100ぐらいはあって。だから今戻ってきた感じか。今120で。なんだ今のコード。閉まった。何かを閉まった。オープン劇場。オープン劇場。やつはここにいるはずだ。あの背中のさ、あのフックって何か。チャプター8。チャプター8。ハッチューエイン。レフテン。寝る。アホ。の3人で今日もお送りしたいと思います。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。左から3番目の下から2番目。3番目の下から2番目って開いてね。左から3番目の下から2番目開いてるね。開いてるね。あ、ごめん、右から今まで順番でやってたから右、あ、いいよ、順番でも。どうする、皆さん。いいよ、順番でいいよ。今でも、皆さん、あの、ハコさんは結構女神だよ。でも、それは一回前だからな。勝利に導く彼の言葉を信じるか。右から3番目の下から2番目。ここなんです。回復出てきそう。ハプン。普通に悪くない。右から4番目、そこ。ここそこ。ハプン100%悪くない。さっきからボルトばっかだけど、ね、悪くない。このロッカーボルトしか入ってへんのか。ほんとだよ。さあ、ということでステファノ戦、ステファノを倒しましょう。そろそろサインを入れるとしよう。さあ、こいつは普通にやってても難しかったな。やめて、来ないで。普通に歩いて来ないで。やめてって、来ないでって。たまたま落ちるんだよ。とりあえず一回やってもらって、どんな説明をするか。かくれんぼをしている暇はない。おおっつったよ。え、ダメなのか、多分なんてできないの。しょめ、あそこね、開いてました。どうも。合ってるんじゃない、煙幕ショットが。合ってるかもね、近距離最高だし。結構身を隠してじゃなくても直接やっても。あとどれくらい耐えられる？僕からは逃れられない。現場帰ってこねえ。あいつが入って、あいつ。危ねえ！あいつももう。そうね、あいつのところに。あいつに行っちゃってもいい。僕はここだ。それともここか？カメラに笑顔を見せてくれ。やめて。完璧だ。やっぱ実な。やめてー。頑張ってます。彼から。あ、なんか。あ、いける。これなんかナイフできるか。できないですね。できない。ナイフはできません。煙幕ショットガンだ。煙幕ショットガン。今まで煙幕を作ってこなかったから。結構ハプンって強いのかな。燃やせるのかな。これは痛むよ。あ、開いてる。僕を倒そうだなんて無謀な。ちょっと、ハンドガンか。またショットガンが。僕からは逃れられない。やめて。遠距離やめて。遠距離やめて。ナイフを飛ばしていくスタンス。目に見えないものから逃げるのは不可能。おお。あ、ダメだ。大丈夫か。トガン。ショットガン。ブーン。だんだん君が鬱陶しくなってきた。いいぞ。あ、写真。ナイスよ。入ってない。右。普通に当たんじゃないか、お前。そこゆっくり。そこ斜めだぞ。痛い。でもやり方分かったね。そんな感じだよ。もう一回来る。もう一回来て、ナイフ来る。僕からは逃れられない。な、なんか飛んでくる。大丈夫か。おお。第一形態は俺。腕変形してくるこれ。嫌気がさしてきた。目が変形するのか。死ぬ覚悟はできたか。え。あ、作品が完成する。第二形態状態だね。こういうのもある。デビルメイクライ。だよね。
あ、マジか。2回戦目は、いや、基本的には1回戦目と同様の攻撃を貸してくるね。受けましいたー、すいません、いたー、 あ、ごめんなさい、あっつー、あー、つくん、いって、嫌です、あ、やべ、あっつー、いったー、そっちか、あっ、あ、やべ、はい、やばんじん、あっつー、そっちかい、やべ、あっ、あっ、あっつー、いったー、そう、爆発した、やばんじんめ、あー、開くたびにこうだ。うちのプレスで頑張っております。ダイエットじゃん。中で昔けど、一番今言ってるから、ね。今の一撃は高くつけよう。走ったところで意味はない。ナイフ、ナイフ、うめぇー、ナイフ投げた後も隙がある、はい、今の一撃は高くつけよう、ずっと隠れてるつもりか、隠れさせて、ナイフ、僕のために血を流せ、ファック、ナイフ、後ろ、爆発したよ、あいつ、あいつ爆発したんですか、いやー、来ないでって、ほい、なんて、死んどこない、どうも死んどこないです、今の一撃は高くつけよう、野蛮人です、あー、ピチンピチン、ピチンピチン、あー、あれだ、また一番最初に戻ったから、スナイパーとショットガンで、うまく、いいね、どうしよう、頑張れー、負けながら、君は僕がじきじきに殺して、今の一撃は高くつけよう、走ったところで意味はない、いや、マジか、おー、行ったのか、いや、行ったでしょう、今までで一番ダメージを蓄積したよ、ショットガンやっぱ近距離強い、最強ですよ、やりました、あ、解禁ですか、失礼しました仕事を終えた人みたいな、まだ作りたいものがあったのに、昔の作品も壊したな、僕を見ろ、僕は最高傑作だろう、記録しないと、カメラさえあれば、カメラは、時間はある、一枚最後の写真を リリー、怖がらなくていい、ほらパパだ、嘘、違うわ、パパは死んだ、
リリー、そう聞かされたのは知ってる。でも嘘なんだ。リリー、頼む。俺は。リリー、おいで。隠れなくてもいい。こっちにおいでリリー、ママが守ってあげる。マイラ、近寄るな。彼女は渡さない。マイラ、私はここで待ってる。中でもう一人あなたを待ってる人がいるわ。キッド、マイラのことを知ってた。なんか仏壇みたいになってる。増えた。ということでチャプター9。おお、進んだね。もう一つの悪意。さあ、ということで、はい、今回だいぶでかいところを潰しましたね。いやー、大変だったね。今までずっとあいつの手のひらでね、遊ばれてるところをなんとか潰すことができました。ということで、次回はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。